ネット証券の取り込みを通じて顧客の争奪戦が加速しそうです。みずほフィナンシャルグループが傘下のみずほ証券を通じて楽天証券に出資する方針を固めたことが分かりました。出資額は800億円規模で、株式のおよそ2割を取得して持ち分法適用会社とする見通しです。インターネット専用の証券会社との連携を強化し、新たな顧客基盤を開拓したい考えです。メガバンクグループでは、三井住友フィナンシャルグループが SBI ホールディングスに出資したのに続く動きで、若年層の取り込みへネット証券などと連携する動きが加速しています。